はい、それでは今日も読書レビューをしていいいきたいと思いますでこのチャンネルでは私が一日一冊を目標に本を読んで、まあ、こういった形で動画をレビューしていくというチャンネルになっていますで、えーとまあ普段はビジネス書とか、まあ、一般教養であったりとかまた心理学についての内容をレビューすることが多いですで最近はまあ少しお金について、まあ、投資資産形成についても勉強を始めましたのでそういった内容もレビューしています もし興味を持っていただけた方は、まあ、チャンネル登録していただいたりあの、まあ、よろしければチャンネルページからですね再生リストから動画を見ていただくだけでも、まあ、励みになりますのでぜひよろしくお願いしますで今日は、えー、この「知っておきたい株の常識」というタイトルの本をご紹介したいと思いますでこの本は、えー、と2008年に発売されている本になりますなので、えーとまあ、動きの早いこういった、まあ、金融関係の本としては、まあ、少し、えー、古い本になるかと思うんですけれども まあ私自身ですね、えーまあ、あの株っていうものについて、まあ、率直に言ってあまり今まだ馴染みがない状態なので、えーまあ、こういったその、まあ、基本的な内容でも勉強になるかなと思って購入をした本です。 でえっと、今日この本を読んで、まあ、3点面白かったなと思うところをご紹介していければなというふうに思いますで、えっとまあ、本のまず全体的な内容についてなんですけども今少しちらっと言いましたけれども株、えーまあ、についてですね基本的な内容を、えーまあ、全体的に説明しているという本でしたで、えっと、まんべんなく説明されてますしまた非常に分かりやすい言葉で説明されているところが、まあ、非常に分かりやすくてですね、えー、いい本だったなというふうに思いますで、えっと、まずそれよりも少し 関係をするんですけれども1点目ですね。でえー、ま良、あ、かったところとしては、えっ、ー、とまあ、他の本ではなかなか書いてない内容として。 えー、証券取引所の動きであったりとか、まあ、証券会社の動き、まあ、そういった、えー、細かいところですね例えば証券の保管方法はどうなっているかとか名義は誰の名義になっているとかで,とかですね、えーまあ、そういった細かい点についても、まあ、丁寧になかなか時間を割いているわけじゃないんですけども、まあ、丁寧に説明されていた、まあ、そういった点が良かったなというふうに思います。で例えば、えーとまあ、その株の取引を えこう決定してからですね、えー、と4営業目に決済が行われますよとか、まあ、あとはその証券取引所っていうのは午前と午後,後っていうのがあるっていうのは知ってたんですけども、まあ、それをまあどういうふうに呼ぶか「まあ、前場後場」というふうに呼んで「より付き前引け」。 OB とかですね、まあ、そういった用語を用いてまあ表現されてますよとか、まあ、こういった細かいところについてもですね、えっと、まあ初心者向けに非常に分かりやすく説明されていたので、まあ、その点は良かったかなと思います、まあ、変な話この辺はですねあのなかなか改めて勉強しようと思うと、まあ、人にも聞きにくかったりとかまた少しこう実践的な内容の本になってしまうとですね意外とこう割愛されやすい部分なのかなというふうにまあ思いますので良かったですで2つ目です でえっと、これはですねファンダメンタルズ分析とテクニカル分析というものについて、まあ、非常にバランスよく書かれていたなというところが、まあ、印象的でしたで私自身もちょっと詳しくないので間違っているかもしれませんけれども、まあ、ファンダメンタルズ分析っていうのは、まあ、基本的に企業の、えーまあ、財務諸表からですねその企業が今後どういった業績を上げていくのかということをまあ予測して、えー、それに基づいて判断をする分析をすると、まあ、そういう方法ですでそれに対して、えー、テクニカル分析っていうのは、えー、と株の、えーとまあ、株その 株価当該銘柄の株価であったりとか、まあ、マーケットのトレンドを見て、えー、今後その銘柄もしくはマーケットがどういう方向に向かっていくかっていうのを判断するという判断方法だと思っていますでこれらはもちろんあの互いに相反するものというわけじゃなくてまあ、見る角度が違うというだけなんですけども、えー、このそれぞれについてですねまあ、比較的丁寧に説明されていました。 で例えばファンダメンタルズ分析に関しては、まあ、ROE ってどういうものなのかとか PER ってものはどういうものなのかとか、えーとまあ、この辺も、えー、とすごく長い本ではなくてですね200ページぐらいの本だ。 200ページもないですね1780ページの本なんで長い説明はないなではないんですけれども非常に分かりやすく説明をされていますでまあ一方テクニカル分析に関しても例えばロうソク足の見方これ私自身あの初めて見た丁寧な解説だったんですけれども、まあ、こういうロうソクの形を取っている時は、えー、マーケットはこういうふうに判断をしてこれから伸びていきます落ちていきますっていうところがですね非常に丁寧に説明されていて良かったなというふうに感じました。 これが2点目ですで。最後3点目なんですけれども、えーとまあ、今言ったような1点目2点目といったような非常に丁寧な栄養もありながらさらに具体的な売買方法やその心構えについてもあの、まあ、簡単に記載があったというところです。でそのの具体的な売買方法っていうのは、 まあ実際証券会社にどういうふうに口座を作るかとか、まあ、その証券会社に対してどういった形で注文を出していくのかどういったポイントを押さえておかないと、まあ、こういうトラブルがありますよとかこういうミスがありますよとかですね、まあ、そういった具体的な内容とさらにその心構えですね、えーとまあ、自分の中でルールを決めておきましょうとか、えーあのまあ、当たり前のことだと思うんですけども、まあ、初心者だとなかなかこう ス、えー、スタンスが取れなかかったりとかですね、まあ、そういったところについても、まあ、簡単な注意喚起とか、まあ、ポイントみたいなものを説明していた点が非常に良かったなというふうに思います。 はい、えー、これで以上なんですけれども、まああのー、今お話したように、ですね、全体的にまあバランスが取れた内容で、非常に分かりやすく書かれていて、えー、いい本だったなというふうに思います。私もまあこれからその株にか限らず、です、ね、資産形成というのをまあ考えていきたいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、そういう方には、ですね、えーとまあ、その市場の動向とか、経済どういうふうに回っているかとか、まあ、そういったものを理解するまあ一つの助けとしてもいいんじゃないかなという本でした。 き、はいえー、今日は内容は以上になります。でもしあの興味を持っていただけた方がいらっしゃればチャンネル登録していただいたりまた、えー、チャンネルページからですね再生リストから、まあ、動画を見ていただけると、まあ、非常に励みになりますすよろししくお願いします、はい、今日は以上です。